じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、まあね、連日あの桑田さんの入閣なあ、はい、びっくりしたな。びっくりしました。え、桑田さんがこの時期、そうなんだ。でもね、はい、現場から離れると、はい、現場が光って見えるんだよ。あ、そういうことですか。ある程度の年になって、はい、ユニフォーム1回も着てないとさ、はい、あ、ちょっと1回ぐらいは着ときたいなっていうのはあるんだよね、現場に戻るという。あるんですね。でやっぱその現場に戻るとさ、やっぱ緊張感が違うんだよ、はい、だからその緊張感っていうのを懐かしがる、うん、あ、まあそうやってユニフォームっていうのは着ていくんだけどさ。いやでもね、巨人とでメジャーに行った桑田さんだったので、そこが相交えることはどうなんもう、ね、一緒ないのかなってファンとして思ってたので、すごいびっくりした。でもやっぱり原監督の懐の深さだよね、でかさというか。そこなんですね。あ、で他の普通の監督だったら、はい、桑田が入ったら桑田がなんか監督みたいになっちゃうみたいな。いやいや、そうですよ、まあ、そういう風に思われるかもわからないしね、はい、いやだからその異例 の, その入閣の会見、うん、原さんと桑田さん2人でしたじゃないですか。こんなのってコーチ陣でないですよね、今までテレビで。まああんまりないよね、会見っていうのは。まあないけど、はい、それだけ、うん、あの例を尽くしたという。なんかどっかから FA で選手取って緊急記者会見みたいな、なんか普通のさ、はい、FA の選手取るよりは、はい、そりゃ桑田取った方がチームのためになるかも分からない ね、 そうですね。これはやってみなきゃ分からないけどさ、はい、うん、で巨人のまあまあまあ去年も言われてましたけど、コーチ陣が半端ないというのが SNS で今さらに話題になっていてですね。いや豪華すぎるよな、桑田さんが入ったことによって。いやでも、はい、このぐらい豪華じゃないと、はい、やっぱ選手に対しての説得力がないというかさ。まあそうか、てか花がありすぎますよ。いやだからそれは、いや目立つよ、それは名前があって、はい、やっぱ主役は選手だからさ。いやでも完全に主役はもうコーチになってるぐらいのメンバーなんですけど、まあ、だからまあオールドファンっていうのは、はい、コーチを見に行くよね、こうやって。いや行きますよ。ああおっとおったみたいな、ね、もう1軍の試合、2軍の試合、3軍の試合全部豪華だったんですから。そうだな、はい、うん、なので、はい、ちょっと巨人軍のコーチ陣だけでこれベスト9を作れるんじゃないのかなと、うん、これはもう簡単簡単ぐらいで作れるよ。まずこれで他のチームのコーチ陣と比べてみてどうなのかっていうので、まずベスト9どうですか、いけます？巨人もうね、楽勝でいける。楽勝でいける、穴がない。じゃあまずピッチャー、ピッチャーは、はい、まあ先発杉内でいいや。あ、先発杉内投手なんですね、うん、そこは今年入りましたけど、うん、左の杉内投手、杉内で中継ぎに山口左、うん、左で抑えに桑田、はい、桑田は 10.8 の時に最後に投げてるからね、うん、桑田さん抑えもやってますか。いやもうこれはね、精神力から考えると、はい、桑田抑え持っていっといたら抑えてくれるよ。でそれ杉内投手と桑田投手を入れ替えてもいいんですもんね、はい、すごいですね。山口哲也ね、はい、そうですそうです、中継ぎでね、はい、で、じゃあキャッチャー、キャッチャー、はい、キャッチャーおるやないかい。います、阿部慎之助が2軍の監督でいました。どしっと。そうですよね。実松さんとか加藤さんもいるんですけど、もういやいや阿部慎之助さんですよね。そりゃそうだ、怒られるだろお前。いやそうですよ、そうだろ、豪華な人がいましたよ、ね、で、ファースト、ファースト、はい、ファーストは監督だな、原監督。あ、原さん、あの私サードのイメージあったんですけど、うん、一塁ファーストに、まあそれは監督次第でいいんじゃない。いやこれサード発表、サード発表するとさ、はい、あなるほどなと思う。あ、分かりました分かりました、ね、取っときましょう。じゃあそれだから、ファーストが原さん監督、うん、わがままで俺がサードだろって言うかも分かんないよ、原監督が。監督権限で、ね、まあファーストでいいよ俺はね。分かりました、うん、セカンド、セカンドは片岡いたいるでしょ、はい、盗塁王、盗塁王ですよ片岡。ゴールデングラブとかも片岡さんが取ってますもんね、うん、すごいな。だから片岡でいいでしょ、片岡さんです。で、うん、サードです、サード村田。そうだそうですよ、だからこれ監督が、いや俺サードだろって言ったら変えだっていいよ別に。そうですね、それは文句ない。日によって、その原さんの日によってで変えていいんですもんね、うん、あそうだ、村田さん、だから村田修一、はい、ね、すごい。でショート、ショートは石井拓郎がいる。あ、すごいすごいよな、はい、うん、すごいですね、すごい、いやいやこれ見たいですね、普通見たいよな、はい、石井拓郎
はい、他にショートとかって言いました、内野手に。他にショートはね、まあいるにはいるよ、元木とか。あ、元木さんいるじゃないですか。入れない。この中に入れない。入れない、控えになっちゃうんですか。まあ怪我が出たら出て行ってっていうとか、代打とか。あの、くせ者だから。あ、そうですよね。すごいな。で、外野。外野ね、はい、レフト吉村。あ、あ、吉村さん、吉村さんもいるんですね。いるよ。そっか、吉村いるよ。吉村さんレフトですね、うん、センターではなくて。で、センターは松本哲也、はい。あ、そうですね、小柄ながらもね。これね、新之助が言ってた、うん、あいつの守備でどれだけ助かったかって。じゃ、松本やられたっていうのを取ってくれたって。あ、じゃあもう、だってこれだけ打つ人間がいたら、はい、守りのスペシャリストセンターにいたらいいでしょ。いや、もう十分ですよ、ね、そうでしょ。1番とか2番とか。あ、もう何番でもいいよいいですか。で、センター松本哲也さん、うん、で、ライトは金城。あ、いましたね。スイッチいった、はい、金城さん。肩強いからね、ライトやらしときゃいいよ。止めてくれますよね。止めてくれる、進塁も止めてくれるし。そうそうそう、まあ、簡単に決まるでしょ。何にも悩みは。何にもストレスないでしょ。そうですよ。で、うん、安倍さんがもし腰痛が痛くなったら相川さんも。そうそうなんですか、ね、猿松もいる。あ、そう、猿松さんね。ピッチャーは言ったように、はい、もうその3人がいたらいい。そうですね。あと、後藤さんもいらっしゃいますよ。後藤は代打だな。後藤さんと元木さんは代打ですか。なんかこの2人ってなんかすごい一緒にいるイメージがあるんですけど、ね、そうだね。で、宮本はそうだな、杉内が肩痛いって言ったらもう左だし行くんですね、うん、行くすごい。いや、すごいよね。で、内野の控え、あの、古木とかさ、あ、はいはいはい、古木とかいるしね、うん、だからこれはもう全く困らないよね。これ巨人、じゃあ誰が4番を打つかだよ。誰打たせますか、4番。だ、実績的には新之助だよね、4番。え、じゃあ3番と5番誰でもね、俺のは左の4番っていうのはあんまりイメージわからないんだよ、うん、はい、右なんですね、うん、だからまあ原監督か村田修一を4番で、はい、5番に新之助、はい、まあ、3番に、うん、まあ、あれでもいいよね、あれ吉村。あ、吉村さん、うん、お、じゃあ吉村さん、村田修一さんで監督かね。あ、加原さんかで5番に新之助、安倍さん。すごいです。で、1、2番どうします。いや、1、2番は片岡が1番いるじゃん。片岡さん1番、2番、松本哲也さん、うん、そうすると6、7、8。6、7、8はだから4番から外れた人間が6番を打つと。村田さん、加原さんだったりとか。そうそうそう。あと近所がいる、はあ、いますよね。もう誰でもいいですね。誰でもいいんだよ。いや、このチームが見たいです。このチーム見たいよね。めちゃめちゃ見たい。必ず優勝するから。あ、石井拓郎がいるじゃん。あ、そうですよ、石井拓郎さんがいますもん。どこにするんですか、石井拓郎さん。1番石井拓郎、うん、2番片岡さんですね。で、松本さんが8番だな。ですよね、うん、見たいですね。見たいな。これできないもん。で、7番が金城。7番金城さん、うん、すごい。これ、そのじゃ12チームの、コーチ陣とか立ち打ちできないですね。全くね。そうですよね。だってほとんどタイトルホルダーだよ。本当ですよ。このチームで戦ったら、うん、ソフトバンクの現役いけるんじゃないですか。今の1軍のレギュラーチーム、コーチじゃなくて選手の。いや、可能性はあるよね。日本シリーズ戦ったら、まあ、夢の話だけどねいや、だけど、そうですけど、みんなタイトル取ってるというさ。そうですよね、うん、しかもじゃあ今の巨人の、正規メンバー1軍のオーダー組んだとしても、もしかしてコーチ陣の方が華やかとか豪華さとかパワーは。ちょっと紅白戦やってほしいよなだって今、菅野投手がピッチャーだとし、うん、まあ、いるじゃないですか、まあ、菅野もいいよ、うん、ね、でキャッチャーはこっち阿部さんですよ、向こうは、うん、そら、まあ大城かでしょ、はいはい、まあファーストは、うん、まあスモークっていうのが来たよね。ああ巨人に、うん、はい、まあセカンドは吉川、はい、でサードの岡本、はい、坂本、はい、で、あの外国人がいた、ね、レフト、はい、でセンターが丸、はい、でライトが梶谷、はい、になってくると、はい、まあでもいい勝負だと思うよ。いや、私はもうコーチ陣だと思う。
まあ豪華さはね、豪華さで、それぞれの総年俸、一番高かった時の総年俸を足してもこれすごいんじゃないですか、コーチ。いやでもね、原監督とか俺らの時代ってそんなに高くないのよ。そっか、うん、いやでも安倍さんとかすげえ、でも今で換算すると、はい、その当時の実績を相当もらってるよ、みんなが。そうですよね、うん、いやすごいベストオーダーできましたけど、ね、けれどもベストない、ただこれで戦うんじゃないですもんね、この当たり前だよ、コーチで戦ってどうすんだよ。そうなんですよ、コーチだったらもう日本一だよ、なりますよね。なる、ただこのコーチ陣が教えるっていうことですよね。だから説得力があるよね。確かに、あ、絶対説得力があると思うよ、はい、でみんなあの賢い人たちが集まってるから、はい、あのみんなこれ実績ある人ってある程度解説もしてるでしょ、はい、で伝えることがうまいからさ、うんうん、だから元木なんかもこう本当天才的に多分うまいと思うし、はい、ね、人を盛り上げる、うん、叱る、褒める、そういうこと全部元木はできると思うしね、うん、だからそういった意味では実績ある人はある程度解説もやってて、はい、やっぱ喋り方、伝え方、うん、そういうこともやっぱり勉強してるから、俺はいいコーチだと思うよ、みんな。そうですね、うん、総額コーチ陣にいくら払お払お支払いしてるんですかね。ちょっと今度は聞いておきます。お願いします、ね、原監督に。これで日本一にならなかったらおかしいってことですよね、きっと。いや、やるのは選手だから、コーチで戦ってるわけじゃない、監督コーチで戦ってるわけじゃない。これだけもう揃えたんですよ。でもね、はい、これを束ねられる監督っていうのはすごいなと思うね、はい、そうですね、原さんがやっぱそれはすごいですよね、はい、このコーチで今年は巨人は日本一を目指します。